聖書の言葉をあなたへ。ハーベストタイムメッセージステーション。皆さんおはようございます。ローマ日テの手紙の第二十二回目。今日は六章の一節から十四節。六章の一節から十四節をまずお読みして、それから。 メッセージに入りたいと思います今日は私が朗読いたしますえ聖書をお持ちでない方は前の聖句をご覧ください6章の1節から14節それではどういうことになりますか恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか絶対にそんなことはありません 罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうそれともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それは キリストが未知の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは 罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであること私たちは知っています死んでしまった者は罪から解放されているのですもし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなると信じますキリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく 死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。このように、あなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですから、 あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜなら、あなた方は ポーの下にはなく、恵みの下にあるからです。以上、ローマ人の手紙6章の1節から14節でした。今日のメッセージのタイトルは、聖果の土台成果の土台、そして副題がついています。キリストとの一体化キリストとの一体化。これが今日のキーワードになります。覚えてください、ね。キリストとの一体化。 それではいつものようにアウトラインチャートを見ていただきましょうだいぶこのチャートは見慣れてきましたね私たちはこの助言を終わり第一の館義人の館を終えましたいくつかの部屋がありました6つの部屋を通過してきましたこれが1章の1節から5章21節、つまり5章の終わりまででしたそして ここまで来るのに21回かかったわけですね。今日は22回目で義人から次の館に入ります。ちょうど区切りになってるわけです。6章の一節から聖イという館に入ります。そしてこの先がエイカということになるわけです。さらにその先に行くとイスラエルがテーマになってきます。しかしこれはまた別の挿入句的な話ですから。 聖書が言う救いっていうのは「義人聖か「栄かこの3つからなっているということを今日は覚えてくださいそして「今日」の箇所から「義人が終わり「聖かに入っていくんだということを覚えてくださいさあこのチャートを見ながら少し補足説明をしておきましょう今日はローマ書の解説の中ではちょうど踊り場的なところであのこういう話を 挿入するにはとてもいい箇所ですので内容に入る前に聖書が教える「救い」についての復習をしてみましょう「救い」っていうと実はさっき言ったように義人化英化この3つの要素を含めて聖書は「救い」というわけですこのキーワードちょっと口で言ってみましょうか「義人化英化もう一度「義人」化「聖書」「恵」か でこの「義人、聖か「栄かっていうのを説明するのに3種類の説明法がありますよ。まずそのことを話しておきましょう。これは理解をあらゆる角度から深めるためですね。第一の説明法は義人っていうののののは、かからら解解でです。す。罪責め私たちが罪人であり当然被るべき罰からの解放です。 これが義人。義人というのは在籍からの解放です。これが終わりました。ですから、イエス・キリストを救い主として信じた人は、福音のメッセージを信じた人は、罪の責めから解放されているんです。私たちはもはや神の法廷に立っても有罪とは言われないんです。無罪だと言っていただけるんです。これが義人です。そして二つ目の、今度は聖果です。 成果はどういう問題を取り扱っているかというと、今度は罪の力からの解放です。罪の力からの解放。義人は罪の責めからの解放だったでしょ財政からの。成果は今度は罪の力からの解放です。そして3番目のエイカ。エイカは救いの完成、あるいは成果の完成と考えてもいい。 これが第1番目の説明法です。第2の説明法は、義人っていうのは過去形の救い。一度限りの出来事。だから、イエス・キリストを信じた瞬間に、その人は義とされてる。その人は救われてるんです。これは過去形の救いで、繰り返す必要がない。一度限りの出来事です。 ところが、聖火っていうのは、さあ、過去形っていうのは、これは文法的に言ったわけですけど、聖火っていうのは、じゃあ、どういうふうに言えばいいと思う現在、信仰形の救い。ですから、イエス・キリストを信じて義とされた私たちは、全員が、この聖火の過程にいます。現在、信仰形です。じゃあ、栄火はどう言えばいいですか未来形の救いです。これは、将来。これが、 起ここるっていうことですこれが栄華ですですから聖書の救いっていうのは単純なものではない過去、現在、未来にわたる救いです。よく今はクリスチャンにならない死ぬ直前にクリスチャンになった方がいいそれはクリスチャンになった後ね、ね生活が窮屈になるあるいはクリスチャンになった後、罪を犯した時に 許されないんだったら大変だってそれは誤解なわけですね誤解なわけです私たちはイエス様を信じたときに過去の罪も現在の罪も未来の罪も全部処理していただける確証を与えられていますそれが義人、聖歌、栄歌という三つの概念が教えていることですね第三の説明法がありますそれはこのアウトラインチャートを見てください義人の下のところにはい、この字見えますか読んでください 神の義の義天下つまり私たち自身はまだ義とはなってないんだけれども神様が私たちに義をかぶせてくださったそういう意味で神の義の天下ですこれが義人です聖漢のとこを見てくださいなんて書いてる神の義の付与これはだんだん神の義にふさわしい資質が私のうちに養われるということですだから最初は 神の義をかぶせてていいただいているんでところが2番目はその実質が内側に育ってくるということですそして栄華のところは読んでください「義なる方との一致」つまり私たちは被造物としての聖なる性質を完成させて神様の聖とあるいは神様の義と私たちの義が同じレベルになる神様が期待しておられる義のレベルに私たちが到達する。 だから「義人」を「神の義の天下」「聖家」を「神の義の付与」「栄華」を「義なる方との一致」こういうふうに解説することができるわけですね。こうやって3種類の「救い」の要素を3つの方角から説明し理解することによって「救い」というものの等身大のというかあるいは多面的というかその理解が 私たちの内側に住んでいくわけですね私はクリスチャンになった時からいわゆる福音派と言われる教会で育ちましたそのことを大変神様に感謝していますですから救われた最初から聖書館とかあるいは福音理解とかいうものは正しいものを与えられ嬉しいなと思っております途中から変わっ やらなきゃいけない人はなかなか大変ですよね。何でも習い事でも何でもそうだけども、あの入り口が間違っていると途中で癖を修正するっていうのはすごく難しいね。それと同じように信仰もね、あの正しいところから入った人はとてもそれは祝福されてると思います。今途中で修正しようとしている方、それはそれでいいんですよ。ね、人と比較しなくてもというのは両方知ってるとね。 悩んでいる人に対して、あなたは的確なアドバイスをすることができるようになりますよ。ただ、私が福音派の中の一員として時々感じるのは、福音派の中に学びに関する軽視がよく見られるなということです。例えば、こういう言い方を皆さん聞いたことありますか新学校に行くと信仰がなくなる。だから行かない方がいい。聞いたことある これは典型的的な福音派的発想だね。でねなんか勉強するのは悪いみたいじゃないで勉強が悪いんじゃなくてどういう内容の勉強をしてるかが問題なんですそれを誤解しないようにね進学校に行くと信仰がなくなるその逆に進学校に行ったために信仰が増して良い働きをする人がそれと同じぐらいの数いるんですですからそういう発言に惑わされてはいけませんあるいは ここういうういいとを言う人いるんですよ自分は聖書以外は読まないそういう人僕何にも知ってますよ私は聖書以外に読まないこういう発言をする人は基本的には傲慢です例えば僕が皆さんの前に立ってメッセージをする時に私の背後には2,000年にわたるキリスト教の歴史がかぶさってるんですいいですか2,000年間にわたる知的天才のような人たちが散々聖書を 論じ、神学的に論じ、そして何が誤りで何が正しいかとあるものはいまだに論争が続いていますそういう延長線上に私のミニスリーがあるんですあるいは私たちの信仰があるんです私たちは今生きている時代だけじゃなくて教会が誕生して以降今日に至るまでイエスキリストを信じて誠に救われた人々と同じ体に属しています それを普遍的教会と言います普遍的教会のメンバーが発見し考えてきた真理は21世紀に生きる私たちも共有すべき神様からの祝福の遺産ですそういうものを無視して聖書だけしか読まないあるいはキリスト教に関する書物を読まないっていうことはこれは過去の歴史を全部切断してそして 孤立しててやってる態度です。ここでも進学校と同じでどういうい本を読むかは問題になります。しかし聖書以外は読まないというのがいかにも信仰的であるかのように思うことあるいは思わせることは傲慢以外の何者でもない第一聖書を読読むってその人は何語で読んでるんでんんるすか。もし日本語で読んでるとしたらすでに日本語自体がもう解釈された結果だということをその人は知らないんでしょうか 本当に聖書しか読まないって言ったらヘブル語とギリシャ語しか読まないはずですいいですかすでに訳された日本語っていうのはここでも日本語訳いろいろ比較するでしょうすでに翻訳した人がある解釈をした結果ここにあるんですだからその人は聖書以外読まないと言いながらすでに他の人が解釈した内容を自分は読んでるわけです自己矛盾の論理ですねだからそういう 理屈に惑わされてはいけませんある人はこう言いますね。もう勉強勉強。もういいよ。分かってるんだから。それよりは愛の実践が大事だ。そんなの聞いたことある聖書研究より実行だよ。愛の実践だよ。こういうこのことはなぜおかしいかというとそれやるとね不可能なことを信徒に命じます。いいですか。聖聖書書研究ししししなないいのの真理を理を解しないで愛の実践しようとしたら 必ず失敗しますこれはロマン書の7章に次出てくるんですつまりやればやるほど失敗しちゃうんですいいことをしようと思えば思うほどできなくなってくるだから学びよりも愛の実践が大事だって言ってる人は聖書の構造をどれぐらい理解してるか自分で問わなければなりません学んで理解した結果行動が生まれてくるんです学びを横に置いて行動によってクリスチャン生活を 成り立たせようとする人は必ず失敗します。これを私はロマン7章クリスチャンと言ってるんですそれは7章に入った時に詳しく説明します。で日本の教会におそらく今最も必要なことは何か日本ではクリスチャンになっても途中でいなくなっていつまでたっても1%の壁を越えられないでしょう。複雑なことじゃないと思うんです。 日本の教会に今最も必要なことはおそらく基本的教理の学びとそれをもとにした実践だと思います基本的教理の学びとそれをもとにした実践それがおろそかになってどちらかというとクリスチャン生活を肩にはめていこうというような傾向があるような感じがします神様の基本的真理を解き明かし理解したならば あとはあなたと神様の関係で一つ一つのことを判断するんだよとむしろ牧師があるいは伝道者があるいは霊的リーダーが神徒一人一人人に対ししててコーチングをしていくこれがリーダーと神徒の関係ですリーダーダが考えそして出した結論を信徒に押し付けるというようなことになってくるとそれは非常に窮屈な信仰生活になってまいりますね。 しかし教理を教えそして理解したい人が感動して直接神様の声を聞いて自分の人生を判断できるようにコーチングをしてあげるときに実は教会の中に麗しい一致と本物の姿が育ってくるこれが精霊による牧会と言い換えてもよいでしょうキリストを頭とした教会の建設というのはそのようにして起こってくると信じます。そういうわけでこの 聖書フォーラムでハーベストフォーラム東京で毎週毎週どちらかというと非常に理屈っぽい話をしている理由は理屈のための理屈じゃなくてこれこそが日本の霊的覚醒につながる確信するということでやっておるわけですね。さあそれだけのことを今日は踊り場状態の中でお話をしておいて。 そして今日のメッセージのアウトラインにいきましょうさっき言いましたように今日から成果というテーマが始まりますでメッセージのアウトラインですが3つあります1番目予想される質問これが1節です予想される質問これが1節です2番目 その質問への回答ですね。2番目が答えですね。回答。これが進学的議論をパウロは展開します。質問への回答、2番目ですね。進学的議論で、これが2節から中1節です。ちょっと長いんですこれ。しっかり答えてます、パウロが。3番目。そして、彼が解説したその真理を適用する。真理の適用。 真理の適用これが12から14節です12から14節ですから今日のアウトラインは単純ですねまずパウロが質問を出しそれに答えそして答えた結果クリスチャン生活にそれを適用するという順番でお話を進めていますで今日のメッセージのゴールです今日話したのは話すのはローマ人への手紙の内容でありますがパウロが「 他の書簡で語っていいいる聖句を3つ選びたいと思いますその3つの聖句を選んで一つ一つもう一度確認しましょうそして今日学んだこととそれがどういうふうに調和しているかその理解を深めるために他のパウロ書簡との比較をしたいと思います2番目に今日のメッセージのゴール着地点ですが今日は「聖歌」というテーマに入りますが聖歌の教理の大枠の理解 これから7章8章と続いていきますこのテーマがそれを事前に大枠で理解しておこうそうすると次の展開が見えやすくなってきますそれを今日はしたいと思いますつまりこのメッセージは成果の土台一番基本的なことについて学ぼうとするメッセージだということですねさあ3つのアウトラインのポイント1番目何でした 予想される質問2番目が回答内容が進学的議論で3番目がはい解説した真理の適応心理の適応こういう順番でやっていきましょうさあこれで説明が終わりましたのでいよいよ本論ですけども今日はイントロダクションが長かったですねもうメッセージに入ってるかなと思ったらまだイントロダクションでしたね。 準備はいいですかじゃ行いきますよ。はい。Are you ready?Yes, we are. はい。じゃあいきましょう。1番目が予想される質問ですね。1節から見てみましょう。ではご一緒に1節を読みましょう。それではどういうことになりますか恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかこれがまず最初の 予想される質問ですそれではどういうことになりますかとパウロは言ってます。こういうパウロ独特の言い方は一つのテーマが次に移る時の言い方なんあるいは今まで言ってきた結論をまとめて次の話をするときに彼はそれではどういうことになりますかとこういうわけです。ここでは「義人というテーマから「聖歌のテーマに移ったということを示しています。道しるべのような言葉です。と同時に「 それではどういうことになりますかというと読者の注意を喚起すするんです私もメッセージをしている時に居眠りをしている人がいると時々気になりますねその人を起こすためにどうやるかというとジョークを言うわけですみんなワーッと笑うとその人は目を覚まします、ね、そういう手法を使うことがありますがそれではどういうことになりますかというのは読者の注意を喚起しているわけです そしてパウロが予想しているあるいは想定している質問はこれです。恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうかと言っています。ここは罪の中に留まるという動詞は時制では現在形です。すで既にギリシャ語の動詞の自生がいかに重要かということは何回か話をしてきました。ギリシャ語で現在形を使った場合は 繰り返し行う継続した動作を表すんですですからこの動詞が現在形だというのは罪の中にとどまり続けるということ別な言い方をすると罪の中にとどまるというのは習慣的に罪を犯し続けることですつまりクリスチャンになった人がクリスチャンになる前のような罪を習慣的に犯し続けることどういう罪があるでしょうかありとあらゆる罪があるでしょう一番問題は自己中心の罪でしょう あるいは怒りっぽいとか妬みっぽいとかあるいは金銭に汚いとかあるいは異性に弱いとかそういう私たちがクリスチャンになる前から習慣的に犯し続けてきてそれが罪とも思わなかったようなことそこにとどまり続けるべきだろうかと彼は質問しているわけです英語では New King James Version というのは「Shall we continue Shall we continue in sin that grace may abound? って言ってます。continue というのは続けるという。だから英語の訳はすごくわかりやすいです。今までのクリスチャンになる前の生活をこれからも続けるべきだろうかという質問なんですね。なぜその質問をパウルは想定したかというと、5章の20節の言葉、今6章の1節ですけど、よく理解しておかなきゃいけないのは、 今の何章何節っていうのはパウロがこれから6章に入るぞはいこれで1節2節って言ってるわけじゃないのわかるこの番地いわば聖書の番地っていうのは後でつけたもんでパウロがつけてたら違ったつけ方するかもしれないねだから何章何節での全部なくしちゃうとロマ書の1526行目って言うと皆さん1526六で大変でしょう <laughs> 覚えきれないじゃんだから何章何節って後で学者がつけてるわけですよね五章の二十節と五章とはるか前のような感じはするけど六章の一節から見るとその前の前の言葉だからつながってるわけです五章の二十節でパウルはこう言ったんです立法が入ってきたのは違反が増しくわるためですその次「しかし罪の増しくわるところには恵みも満ち溢れました」さっき賛美で歌ったじゃない。 ああ恵みを、ね、罪に見ている世界しかし神の恵みはいかに素晴らしいか、ねえー、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたつまり罪が増せば恵みも増すこれは僕らの体験じゃないだからクリスチャンになって神様から義人をいただく罪の許しをいただくその感動っていうのはね 自分がどれくらい罪人だったかという認識の深さによって違うよ。分かりやすく言えば、500万円の借金を免除された人と1兆円の借金を免除された人と感謝の度合いが違うよ。ね、いいですか？多く許されたものは多く愛するっていうのはそういうことだよね。あの皆さんは牧師になる人はよっぽどクリスチャンになる。前からいい生活してたんだろうと思うかもしれないけど、結構逆かもしれないよ。 本当にいい加減の生活をしていてあまりにも許しが感動的なので神様に仕えたいと思っているそういうことがあるわけですねですから罪の増し加わるところには恵みも満ちあふれる罪が増せば恵みも増すこれはその通りなんですパウロは「義人はあなたが努力して勝ち取るんだ神様に喜ばれることをやったら」 神様が許ししてて義ととくださると教えたの違うよねユダヤ教でも恵みっていう考え方あるのユダヤ教の恵みは何かというと僕らが立法を守れば神様は許さざるを得なくなるとこれがユダヤ教の恵みなんですだから全然キリスト教の恵みとは違うんですキリスト教の恵みは義人は信仰により恵みによるというのがキリスト教の救いです 再確認すると信仰っていうのは何を信じるかというと福音の3要素です。何回も確認していますがこれは皆さんが人に教えるときも大事なことですから確認しますよキリストは私たちの罪のために死んだ墓に葬られた3日目によみがえられたこの3つを信じてキリストをそのような方として受け入れたら救われているんです。 福音の3要素プラスゼロです何も付け加える必要はないそして一度救われた人が救いを失うことはないなぜかというと救いっていうのは僕らが何か協力して獲得したもんじゃないからもし私たちが協力して獲得したもんだと私たちが何か失敗したらそれは取り去られる可能性があるでしょう100%神がお作りになったから 一度救われた人が救いを失うことはないんです。こういう話をしてると、話がうますぎるよね。そう思わない話が上手すぎるから、だから理解できない人たちは、あるいは誤解する人たちは反論をしてくるわけですね。どういう反論が出てくるかというと、僕もこの反論を何度もね未信者の人から受けましたよ。 クリスチャンっていうのは気楽でええなって言うんですね。クリスチャンになった後何したって許されるんだったらね、じゃあやりたい方で生きていいのか。で、この質問は今の時代だけじゃなくて、パウロがこの手紙を書いてる時も出てくる質問なんです。昔も今も人の心っていうのは変わらない。下水心は変わらない。そうでしょう。 つまり、ならば、罪にとどまり続ける方が恵みが増すんじゃないか。もっと罪を犯した方が、もっと許されて恵みが大きくなるんじゃないか。という質問です。わかりやすく言えば、自分のしたいことを続けてればいいじゃないか。という疑問です。さっき言ったように、恵みによる救いを解けば、必ず今も昔もこの質問が出てきます。ですから、それを防ぐために、 ある程度それに防御をかけるために、福音の三要素を信じ、あるいはイエスキリストを救い主としと信じ、プラスキリストを主として従っていく人が救われるというふうに言いたくなるの。わかる意味は。それは人間の主枠がそうさせるんです。私は数年前に、まだハーベスタイムのテレビ伝導してた時に、滋賀県からある一つの手紙を受け取りました。 読んでみるとこう書いてあるんですね。先生がテレビで言われた「あの無条件で救われる」っていうのは「あれはそうでしょうか」って言うんですね聖書にはそう書いてないと思ってんで聖句をいっぱい並べてあるんですが読むと全部ね「何々せねばならない」「何々しなさい」っていうそういう聖句ばっかりなんです。 でも求道者だって書いてあるからだから今ここで言ってるような恵みによる救い信仰により恵みによって救われるっていうことを説明して手紙に書いたんですね。また反論が来ましたさらにたくさんの聖句を並べてそれではいい加減な生活になるじゃないか聖書は無条件じゃなくてこういうことを行えて教えてるでまたたくさん聖句の引用があるんです ここれははねねの人は相当聖書を知っってると思ったんです、ね、普通の人じゃレーマンじゃないなと思ってそれで僕の知ってるクリスチャンにその地区のクリスチャンに電話をしまして「こういう名前の人知ってる?」って「ああ知ってる知ってる」って言うんですねどんな人ったら「牧師だ」って言うんですね <laughs> まあ今は単立教会の牧師をやってるんですねできっとね「求道者だ」って言ってきた理由はあの要するに真理の探求をしてるっていう。 まあ悩みの中にある人かもしれないね、まあ、はっきり言いますけどこの人は救われてないですよ救われてない人が講談からメッセージしてるわけですねなぜ救われてないかというと彼は福音のメッセージにプラスアルファしなきゃ人は救われないと考えてるからです異質なものになってるんですこれは皆さん深刻ですこれはお医者さんががんの人に間違った薬を投与するよりも深刻ですそれも深刻だよ 医療ミスっていうのは。だけど、霊的に誤ったことを教えるのは、その人の永遠の運命を決します。ですから、そんな生半可なことで対応していてはダメです。それで私はしっかりと返事を書きました。もうこういう議論はやめにしましょう。あなたの言ってることは、教会史の中ではすでに論じ尽くされてきたことだ。パウロがこの手紙を書いた時から、そういうのはね、あの、えー、日本語で何て言うかな、 あまあ無立法主義無立法主義って言って要するにクリスチャンになった後はあのはみんな自由になったんだから法重な生活していいのかてそういう考え方がね教会史の中であってもう散々論理尽くされてるんですねでパウルはそんなこと言ってないそれが成果のテーマなんです実はでもこの議論はやめ,やめにしようって,言って僕手紙書いてそして論理的に そのことを説明したらそれ以来手紙は来なくなりましたパウロは「罪が増せば恵みも増す」という心理は否定しているわけではないんですいいですかパウロが否定しているのは「恵みがあるからといってそれを口実にして好き放題法重な生活をすることを彼は否定しているんですですからこれからパウロが答えていきます。クリスチャンになったら 恵みが増すために今まで通りもっと罪を犯すような生活をした方がいいんじゃないかという質問に対してもう一度言いますが彼はこの質問を自分で想定してるんです。いいですか当然来ると想定してその質問に対して答えをしています。それが2節から11節です。皆さんこここまままででのの話の流れ、れ理解できてててすすか。か。ついてこれてますか、はい、じゃあ、 パウロの質問に対する答えを見てみましょう。今度は六章の二節ですね。はい。一緒に読みましょう。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおその中に生きていられるでしょう。まず、ここのね、パウロの最初のことは、絶対にそんなことはありません。これね、読むときは、気合い入れて読まなきゃダメです。絶対にそんなことはありません。じゃダメなのね。 というのはこの言葉はギリシャ語では一番強い否定形なんですパウロこの言葉大好きみたいこれ以前にも出てきたメイゲノイトってメイゲノイトでロマ書ではすでにここに至るまでに3回出てきてますローマ3の4ローマ3の4631ローマ3の6あごめん3の46313回出てきてるんです メイゲノイト絶対にそんんなことはありません僕は力を入れて感情を入れてこういう言葉を発するときっと大阪弁でしょうね。そんなことは絶対にあれへんわってこれですね。絶対にそんなことはない。なぜかというとその理屈はこれから理屈を徐々に説明していきますけど冒頭に彼が言ってるのは私たちは死んだんだよ。 何に対して死んだ罪に対しては死んだんだよ。皆さんね、死んだ人っていうのは、この地上生活から別の領域にも移っちゃったの。お葬式に行ったことがあるお葬式に行ってね、棺の中に遺体が寝かしてあるでしょその周りをお花で飾ったことあるそして家族が語りかけてる姿を見たことがある涙ながらに。 お花を飾っている時にね死んでる人がねパッと目を開けてバラの時計がここ痛いよとか言う奥さんお父さんありがとうお世話になったわねってっパッたと目ほんまにお世話したなと言ってじゃあなって言ってこうないでしょう要はするに死んだ人っていうのはこの世の現象やこの世の出来事にはもう応答しないの。 なぜかと,いうと次の世界に移ったからです。いいですか応答しないんです。ここでパウロが言ってるのは死んだ者は棺桶を開けて動き出すようなことはない。このような事故には反応しない。それと同じように私たちは何に対して死んでんの罪に対して死んだんだから罪の影響を受けることはないんだ。で、これ。 からでもそれにしては誘惑を受けたり悪いことを時々したりするっていうのはどういうわけか。それ徐々に説明していくよ。私たちが死んだと言える理由は何かというと、キリストと一体化したというところなんです。これが今日のキーワードなんです。そのことをパウロは次3節4節で説明しています。はい。見ましょう。3節4一挙に読みましょう。これね。はい。それとも、あなた方は知らないのですか キリストにイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが未知の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。それともあなた方は知らないのですかとパウロは言いました。 こういう質問にはね、知ってるとか知らないとか言わなくていいの。これはね、習字的質問っていうの、こういうの。ね、パウルが言いたいのは知ってるでしょうって、もちろん知ってるはずだって言ってるんですから、だから、いちいち知ってるとか知らなくて言わなくていいの。それともあなた方知らないのですかうん、知ってるよねって話な教理的にも体験的にもこれを知ってるよね。時々僕もメッセージの中で、習字的質問をするようなことありますよ。そその時にそういう、い 文学的な文学形式を理解しない信徒がいていちいち反応されると面倒くさくてしょうがない。「<laughs> ーメンとかね「そうだ」とかね「そうじゃない」とかねそれは分かってる修字的質問というのはそういう文学形式で次に話を進めていくわけですからいちいち反応しなくてもよろしい。最悪は「ーメンって言っちゃいけないのとこで「ーメンって言ってる。<laughs> それは違うよねという話で「アーメンって言ってる。 何してるんだろうと思うんです、ね、<laughs> 特にあの感情的に高まる礼拝を捧げるタイプの教会にそういう傾向があるよねだから頭が動いてないんですねお口だけ動いてるような感じですね <laughs> それともあなた方は知らないのですか、うん、知ってる知ってるって話ですよ。イエスにつくバプテスマってあるでしょこれは仲介書を開くとほとんどの人が水の洗礼のことを言ってますよ だからなぜキリストの皆による洗礼って言わないでイエスにつくバプテスマって言ってるかっていう説明に苦労してスペースをたくさん割いてます。これは水の洗礼じゃないです。イエスを信じた時に受けた「聖霊のバプテスマ」のことです。バプテスマという言葉の本来的な意味は一体化です。だからバプテスマされるっていうのは その人のの人メッセージの内容と一体化するあるいはそのメッセージを語っている人と一体化するこれがバプテスマだ,だからイエスにつくバプテスマっていうのはイエス・キリストと一体化したということです私たちは信じた時に新しく生まれ変わりますそれを神聖と言いますが同時に精霊のバプテスマを受けてます精霊のバプテスマはある グループでは威厳を語ることによって精霊のバプテスマの印とするという教えを教えています。聖書的に言えば人は信じた時に全員が誠の信仰を持ったならば全員が精霊のバプテスマを受けています。精霊のバプテスマによって私たちはキリストと一体化させられています。つまり私たちは教会の一員となっているということです。 キリストと一体化したががゆえに次の理屈が出てくるんです。もし精霊のバプテスマが威厳を語るまでは与えられていないとするならばその人には信じても成果のプロセスは起こらないということになってしまういいですか深刻な問題がそこに生まれてきますつまり信じた時に精霊によってキリストにバプテスマされているキリストと一体化てる 体化させらられてるるんでですすだから次のことが言えるわけですそれはキリストに起こったことは私たちにも起こる起こったということ。じゃあキリストに起こったことっていうのは何なのかここでものすごく大事なことは聖書の論理を理解することですよ。私たちちはキリストのうにあるんでしょだから自分で死んだという感覚がない。 私はイエス・キリストを信じた時に死んだという感覚がないんだ。その感覚で言ってるとね、感覚クリスチャンだね。これダメです。ここでキリストのうちにあるということは、キリストに起こったことが私のうちに起こってるんだということを理解すること。キリストは十字架について死んだでしょう。そうだよね。私たちも死んだんです。なぜ なぜ私たちも死んだと言えるのキリストと一体化している。キリストは墓に葬られたでしょ私たちも葬られたんだよ。キリストは復活したでしょ私たちも復活してるんだよ。なぜそう言えるキリストと一体化したから。だからこのキリストとの一体化というのが聖火の土台なんです。 私たちには新新ししいい命ががああり、新しい歩みがある。これ見てごらん4節の一番最後「キリストが未の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためなのです」。私たちは一度死んで今は新しい私が歩み始めているこれが聖書の論理です。次5節から7節。これも「 一挙にお読みしましまょう、はい、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています死んでしまったものは 罪から解放されているのですここのキーワードは私たちの古い人6節私たちの古い人ってのは何のことだと思うこれは古い罪の性質のことですクリスチャンになる前の古い罪の性質のことです別な言い方をするとアダムに繋がっていた時の私たちです先週前に2人の男性出てきてもらって手をつないだでしょ 片一方はアダム片一方はキリスト片一方は最初のアダム片一方は最後のアダム私たちはアダムとつながっていたんですそれが古い私たちですその古い罪の性質を宿していた私たちは死んだんです死んでしまったものは罪から解放されているんですつまり死んだ古い性質は罪の性質はもはや 私たちの上に支配権を振るう権利がなくなったということですでも信者でも罪の誘惑を感じることがありますなぜかというと原罪がまだ残っているからですしかしその古い罪の性質が私たちに何かを命じる権利はなくなったということを知ることが必要です。罪の性質は私たちに罪を犯せと要求する権利はもうなくなったんです。 未信者の時はいかにいいことをしていても私たちは罪の支配下にありました。しかし信者になった時には罪に対して死んだんです。しかし現在がまだ残っているから誘惑をされ時には罪を犯すことがあるかもしれない。しかし犯す必要はないんです。あるいは犯さなきゃいけないという必然性もないんです。ここが成果を考えるときのキーポイントですからわかりやすく説明するために どういう令和がいいだろうかと思って考えている時に思いついた令和を今から紹介しますこの中にある一人の男性がいますねまあこれはメッセージ録音してますから名字を言わない方がいいと思うんですが奥さんが DV のシェルターをやってるんです、えー、どこに行ったかな奥さんがシェルターやってる人はいちょっと大きく手を挙げてください、はい、あの兄弟ですねあそこに奥さんがね DVDV DV って何だか知ってる ドメスティックバイオリンどんなこと家庭内暴力 DV って難しいドメスティックなんて英語難しいんだよねこれみんなこれ知ってるよ僕初めて DV って見た時 DVD の間違いじゃないかな <laughs> 要するに彼の奥さんは立派なお仕事されてて DV で苦しんでる女性をシェルターでかくまってつまり昔流で言うと駆け込み寺だよね地下に。 潜り込ませて分かんなくして対応していくっていうねあのすごい行政も評価して一緒にやってらっしゃるような偉いいなと思いますね今は DV っていうのは結婚関係だけじゃなくてあのお付き合いしている時から出てきますデート DV ですねだからあの相手の男性は私をここまで愛してくれてるんだなんて甘い考えだと大変なことになるよ。だかからら付き合ってる時から もう DV のの傾向のある人は見抜かないといけないいいとけです、ね。何でも俺のやりとりにせよというようなタイプはダメです逆に女性が男性に対する DV を振るうこともありますその場合は言葉の DV です言葉で傷つけるで男の人っていうのは言葉ですごく傷つきやすいです知ってましただから女性の皆さんはね 肉体的には弱いかもしれないけど言葉の DV をしてないかちょっと反省してみる必要があるねそれをその傾向がある人はねあなた成果のプロセスで今日のメッセージがものすごく役立つと思うよ夫婦関係は革命的に変わるよその DV を受けていてそしてシェルターに逃げ込み何年もかかって努力してそして裁判してついに離婚を勝ち取った女性がいる。 その人にとっては解放されたんだよね。結婚関係は自由になったんだからそして喜んで街を歩いていたら時々出会うんだよね元夫にね街角でパッと出会った時にその2人は何か権利義務関係あるもう法的関係は終わったんでしょうだから何の関係もないわけだところが男の方はそうは思わないわけ元夫なんだよ だから言い寄るわけね。で「おいお茶でも一緒に行こうやないか」とか言うわけねこういう時も大阪弁だね僕ね <laughs> その時にその女性が元夫だから義理立てして悪いなと思ってお茶を飲みに行くと次は食事でも行こうその次は金貸してくれだん,だん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 言いなりになってきて離婚したのかしてないのか訳が分かんないような状態になる。大事なのは元夫にに会った時に 無視することあるいは拒否すること関係がないんだ法的関係も何もなくなっているということを宣言することですね <laughs> さあだいたい分かってきたでしょう何を言いたいかつまり私たちはイエス・キリストを信じた時に罪に対しては死んだんだよねで新しく生きてるんだよね、まあ、いわばクリスチャンになった時に DV の例を例えると再婚しあの離婚した後ねすっごく優しい イエス様みたいな男性に出会って再婚してるようなもんだよで元夫に会った時に全然もう関係ないわけでしょ新しい関係に自分はいるわけだからだから私たちは原罪があるから時々罪の誘惑あるいは古い性質が頭をもたげてきて支えかけてくる「あなたここは怒った方がいいわよこんなこと言われて黙ってんの」とかね「あなたこれぐらいはいいんじゃないのクリスチャンになっても」とかね 自己中心的に振る舞う時々来るんだよ元夫が。元夫が来た時に「一緒にお茶飲みに行っちゃダメよ」ね。ねわかる意味罪の性質があなたの心の扉をノックした時に「どなたですかもう関係ないでしょ死んでるんだからあるいはそれさえも言わなくてもいい死んでるんだから無視してるそれがパウロはこうで言ってることなんですね。死んでしまったから もう罪かからら古いい性質から解放されているだから私たちはもう古い性質に支配される必要はないんだその次8節から10節これも一挙に読みましょう、はい、もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなると信じますキリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく死はもはや キリストを支配しないいことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。はい、キリストと共に私たちは死んだんだよねならばキリストと共に生きることになる一体化してるからキリストの死は何回もあった ?10 節見てごらんキリストが死なれたのははい。 たただ一度死なれたねそれから生きておられるのは神に対して生きておられる死んだのは一度っきり神に対して生きておられるというのは継続した動作です私たちはキリストと共に死にました一回限りつまり義人は一度限りだということね義人という意味での救いは一回限りですだから決心し直す必要はない 何回もこ,こで言ってますしかしその後のクリスチャン生活は継続したものです。それが成果の過程のことです。いいですかそして11節ではご一緒に読みましょう、はい。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。 思いなさいということは翻訳の言葉の勢いがいかにも弱いこれはギリシャ語ではロギゾマイということは以前にも出てきたよこれはロギゾマイってギリシャ語なんだけど基本的にはこの言葉の意味は算数用語ですよくよく計算して答えを出しなさいよという言葉ですつまり感情ではなくて知的理解なんですよ皆さんね感情的に僕らがクリスチャンとしていろいろ自分の内面を考えて 自分は死んで生き返ったというような結論に到達できる人っていうのはほとんどいないと思いますよ感情的な世界で言うとこれは算数の世界なんですあるいは論理の世界なんですそっから来るキーワードはキリストと一体化したから自分はどうなったの死んでそれからどうなったの復活したんですこれがポイントなんです それをよく考えようつまり知的理解なんですだからここで「思いなさい」っていう言葉は他の日本語訳口語訳では「認むべき」である新共同訳では「考えなさい」つまり、えー、自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと考えなさいあるいは 認めなさい。この訳の中では認むべきであるという口語訳が私は一番いいと思います。認めよう認めなさいよという意味です。しかも認めなさいというこの言葉の時生は何系だと思うこれね、現在系なんだよ。すごいよ。ということは現在系というのはリピートされる継続して行う動作を表す動詞でしょ つまり認めるって一回きりじゃないんだよ認め続けるということなんだだから罪の誘惑に遭いそうになった時に頭の中で私はキリストと一体化していてすでに罪に対しては死んでるんだということを認め続けるっていうことですそれやってるとねもうそのプロセスを経なくても自然にそれが自分のものになっちゃうんです車の運転と同じですよ皆さん車を運転する時にいちいち考えるここでブレーキ ここでギアチェンジ。考えながらやってる人は初心者だよね若葉マークだよあるいは何だもみじマークだよだけど何年も運転してるとね無意識的にねそんなの全部やっちゃってんのだから最初はこう認めなさいっていうことを意識的にやってるうちに自然にそれがもう身につくようになるんです認め続けるっていうこと でこれまでの議論を振り返るとまず私たちはキリストとの一体化によって罪に対して死んだしかし罪の性質はまだ私たちのうちに残っているけれどもその性質は私たちに何かを要求する法的権利はもうないんだと,とで以上のことを真実だと認め続けようこれがパウロの答えなんですあの一節の質問 じじゃゃあ罪を犯し続けたらい,いじゃないかとんでもないそんなことはできるはずがないという答えは今言った内容なんですさあいよいよ終わりに近づきました最後のポイント真理の適用12節から14節じゃあまず12節読みましょうはいですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんえー「新共同訳」読みますね 新教堂薬はこう言ってます「従ってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従うようなことがあってはなりません」とあります「心解薬は罪の支配に委ねて」とて言ってるけど新教堂薬はあなた方の死ぬべき体を罪に支配させてとてあります新教堂薬の方が原文の意味を伝えていると思います罪に自分を支配させちゃいけないよって言うんです でこの支配させるという動詞は現在形です。ですからこれも継続した行為や状態です。つまりクリスチャンになる前の時のように罪の現実に自分を支配させ続けちゃいけないよっていう。それが適用なんです。さっき学んだ真理の。それから13節14節。これも読みましょう。はい。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。 むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからです。ここでは罪に捧げてはいけませんという言葉があります。私たちの手足は罪の器として 不義の器として捧げることが可能ですここでは捧げてはいけませんというのは命令形ですけどこれも現在形ですということは継続した動作や状態つまり私たちの手足を不義の器として捧げ続けてはいけないということですそれに対して何をしたらいいかっていうと あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいとあります。私たちの体は義の器ともなりうるんです。ここでの神に捧げなさいという言葉。ねこれは最初の罪に捧げてはいけないっていう言葉と神に捧げなさいという言葉と同じ動詞なんですよね。パリステイミという言葉なんです。ところは最初の罪に、 捧げるっていううのは現在形だったでしょう継続した動作神に捧げなさいというのはこれはアオリストという動詞で一度限りの決定的決断のことを言ってますだからギリシャ語の動詞っていうのはすごいんだよつまり罪の生活を継続するんじゃなくて決定的に決断して決断の時を迎えて 私の人生は義のために捧げる人生にしよう決めなさいということでありますね。で最後がというのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからです。この14節はこれだけではなかなか分かりにくいこの原理は次の7章8章で詳細に解説していきますか。 私たちを完成させるんだというところを次に将来見ていきますから今日はここまでにしておきましょうねさあ結論です今日の着地点で他のパウロ書簡との比較3つの聖句を取り上げてみようって言いました1番目が第一コリント12の13です前に出しましたからご一緒に読みましょうはい。なぜなら私たちはみな ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ここに「一つの体となるように」ってあるでしょ。ユダヤ人もギリシャ人もこれは精霊のバプテスマのことを言っているんです。だからさっき言った「義人の土台はキリストとの一体化でしょ。 なぜキリストと一体化したと言えるかというと一つの御霊によってバプテスマを受けたつまりすべてのものが同じ御霊をのみキリストと一体化させられたということをパウロはロマ書ではない別の書簡でも教えています。これが第一コリント十二章の十三節です。 次に開きたい聖句はガラテア2-20でこの聖句はもう本当に有名ですね暗唱している方も随分いると思いますところが今日のメッセージを聞いた後これを読むとあわかったって気になるよ読んでみようねはい私はキリストと共に十字架につけられましたほらほら学んだじゃないこれ今日その次もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです 今私が肉にあって生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのでなぜこう言えるかと,とキリストとの一体化だよいいよねこれパウロはロマン書ではないガラテア書でこのことを教えているんですその次もう一つ第二コリント5の17これも有名な聖句ですしかしこれもよくわかります 第2コリント5の17杯、はい、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました古いものっていうのは何かというと古い人罪の性質を持ったアダムにあって生きていた私たちはもう過ぎ去った死んだんだ新しい私が生きているキーワードはキリストのうちにあるならこれがキリストとの一体化ですよ このようにパウロは他の書簡でもキリストと一体化したクリスチャンが成果の過程を生きていくその秘訣について教えてくれているわけです。これは感情的なものではないこれは計算によって出した結論だこれを認め続けるときに結果として感情がついてくるということこのことをよく覚えておいてください。もう一つ。 結論のところで言いたいのは聖火の距離の大枠の理解ですね。この聖火の話は6章7章8章と続きますが6章の後半次回はねパウロはもう一つ質問を想定してるんですその質問を取り上げそれへの答えを見ていきますが共通してるのは6章は聖火の土台キリストとの一体化ということ7章に行くと人間的な努力では聖火は不可能であるつまり 要は愛の実践だよともろに言っちゃうことは言えば言うほど努力すればするほどそれはできないということ、ね。いい人間になろうとして努力すればするほど失敗しちゃうというのが <laughs> 聖書の原理なんです。じゃあどうやって成果が可能になるか8章に行くとそれは聖霊によって可能になるという秘訣が 解き明かされますすごいよね成果の土台はキリストとの一体化だそのことを忘れて自分で努力しようとしたら必ず失敗するよじゃあどうすればいいのか最後は聖霊なんだよ恵みなんだよこれがわかるとね義人も聖果も栄かも全部恵みだなって言うんでさっきの「ああ恵みああ恵み麗しき恵みよ」っていう歌の意味がね ちょっと深まってくるんじゃない理解がねこれを今皆さんと一緒に8章まで学ぼうとしてるんです私はあのこの義人聖歌の話を連続してしながら自分のクリスチャンライフの再発見をしてますね知ってるようで知らなかった分かってるようでわからなかったあるいはぼやけていた点が非常に鮮明になって新しい命を体験し始めています 私たちは恵みへのアクセスをいつでも持っているということと同時に私たちはキリストと一体化していることを日々認めることが勝利の秘訣だということ最後にある一つの令和を紹介してこのメッセージを得たいと思います私はクレイを執筆してますからいつもメッセージにふさわしい令和を探しています1週間ほど前に この令和を発見しましまた、えー、これはクレーに載せるかどうか分かりませんが少なくともここでは皆さんに紹介したいと思いますこの記事は今年の3月にニューヨーク・タイムズで報道された記事です51歳になるロバート・サルツマンという男がおります彼は元 囚人です悲惨な子供時代を過ごし物心ついた頃から犯罪を繰り返し大人になってもほとんどの時間を彼は刑務所で過ごしました一般の自由な生活っていうのは知らないわけです想像できますかずっと刑務所の生活そして彼は 2001年今から10年前に出国をするわけですねところが外に出てみると慣れないもんだからやっぱり生活が大変だったようですよどんなことが大変なのかとまずね一日に3回食事の心配しなきゃいけない刑務所にいたらね自動的に運ばれてくるんです月末にはね家賃の心配しなきゃいけない 刑務所にいたら家賃全部タダなんですね。不思議なもんだよね人間っていうのはね。第一自分が食べるために働かなきゃいけないそういうね自由がもたらす不自由に彼はすごく適応できなくて10年ぐらいすごく悩んでたんですね。で2010年になりますほぼほぼねあの10年ぐらい経つわけ2010年の6月に。 ニューヨーク市の地下鉄に乗っていたときに彼はものすごい恵みの体験をするんですそれは何かというとラッシャード・アーネスト・グリーンという作家で映画監督が映画を作ろうとしていて配役を探していたんですそれが受刑囚で ものすごく凶暴な顔つきをした男を探していたんですで地下鉄で彼を見つけたんですねでオーディションを受けたらっていうことになってそして最終的にはねその映画の主役に抜擢されるみんなびっくりするんですで刑務所がテーマだから刑務所で撮影するわけしかもセットを作ってじゃないの本物の刑務所 ローン・アイランド刑務所っていうところでこれニューヨークの近くだよね。で彼は自分がもう何十年も生活をした慣れ親しんでる環境で撮影してるわけだからである時ちょっとくたびれちゃって刑務所のベッドの上でベッドとも言えないよねなんていうの簡易ベッドの上横になったら寝ちゃったんですよ。心地よく寝てしまって目が覚めた時に頭が混乱してるわけでまだねもう10年も経ってるのにね。 で瞬間的にああ俺はまだ刑務所にいるんだと思った時に何とも言えない悲しみが彼を襲ってきて彼は泣き出したそうなんですよね自分の人生を呪って悲しんでねと泣いてるうちに「あれちょっと変だな」と <laughs> やっぱり気が付いたみたいで「え俺は何してんだろうと」とパッと見たら「そうだよなこのこの牢獄は手で押せば外へ出れるんだよ」。このの刑務所の扉は 一つ襲えば外へ出れるんだよ彼は10年経って初めて自分が自由になっていることを発見したんですね。僕らはクリスチャンとよく似てるよ。クリスチャンになってもかつての性質に支配され牢獄にいるような朝目が覚めた時に「ああ私は何も変わってない」涙してね こんなんなななだっったたららクリスチャンにならない方がよか牧師は伝道しろ伝道しろって言うけどクリスチャンになってこんなになるんだったらあの人には言えないわなと思ったりねそれはふと気がついてそうじゃないよね手で押せばキリストにあって死に復活しているという事実につかまればこの扉は開くんだよ刑務所の門から自由に外に出れるんだよ初めて。 本当の自由を発見するることができるそれがねロマ書のこの6章の内容なんだよ。今日このメッセージを聞きロマ書の真理を自分に適用した一人一人が今までなかったような魂の自由を体験されますようにもう一度言いますけどあなたがどんな行為をした人であってもキリストを信じたならばあなたは あななたの救いいは失われてないそれゆえ自分が罪に対して死に元夫との関係はもう切れてることを認め新しい命にかされている自由を今日確認して青空のもとに出ていこうじゃありませんか外の景色も曇り空から青空になってますよお祈りしましょう天の父なる神様 今日は最後にこの長期間牢獄の生活に慣れ親しんでいたロバート・サルツマンが自由になってから10年間いまだに精神的には閉じ込められていたそれが初めて自由にされていることの喜びを感じたという話を締めくくりにしました。 これは私たちクリスチャンの姿にも似ております。すでに自由にされている。しかしそれに気づかずに扉の中でなおも嘆いているような私たちでありました。キリストにあって死に、キリストにあって罪に対して死に、キリストにあって神に対して生きている。それゆえ古い性質が 私の心の扉をノックする時に信仰によって私はもう死んでるんだよと応答することができますように今週一週間神と共に歩む人生の喜びをさらに深く体験させてください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメンご一緒に祈りましょうどうぞあなたの祈りを捧げてください。